武器に変わることができるという小動物らしいのじゃ、詳しいことは知らん。そうなんだ。あ、謎の声。何謎の声って。パティ、パティ。唐突唐突水の精霊、唐突おいおい。前作でもあったけど、唐突すぎんよ。西にある神殿にあります。そうですか。大丈夫か、パティ。ちょっと疲れただけだから。もう、前作と似た流れやないか。不思議な声。テンポ重視が垣間見るね。そうだね。死ぬ神殿。おじいちゃん、武器に変われる衝動。旅に出たい。水の精霊は何変なことが起きようと知って言ってたの。あかん、病院に連れてかな。病院に連れてかなきゃ。パピ。早すぎ。民家に降臨する水の精霊。早すぎ。早いよ、長老。ちょっと、前も。一緒に行きましょう。早いよ。すこここ。水の精霊出てきたよ。さあ、しかし一度、ああ、そうだね。幻聴幻覚は、どうし、調子を全切りがしましょう。テンプレやな。あ、1万円。カノンさん、パティのことを、よろしくお願いします。ほら、1万円のクオリティはすごいいいよ。俺たちそんなに頼りなく見えるのかな。あ、いや、そんな顔しないでください。どうなんですか、パティは俺たちの責任を持って守りますか。ナンパ大成功や。もうおじいちゃんたら心配性なんだから恥ずかしい。私だってちゃんと一人でやっていきますよ。いつまでも子供じゃないんだから。まあいっか。おたさのヒベとか言わない。しまえはいない。ピロリたい。ピロリたいけど、今この都合上ピロれないんですよね。それじゃ、おじいちゃん、行ってきます。しまえはいいっすね。はい。ヒール買った。あ、すごい範囲攻撃や。来たこれ。どや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 強い。あ、いたいた。敵に出てくるね。敵の総大将さん。みんなどうしたの、うん、船長が昼食の準備ができたから二人を呼んでこいって。昼食付きなの。みんな大丈夫か。また船乗った沈没するパターンか。私は大丈夫。何があったんだ。わからん。わからん。どうやらまずいことになったみたいだよ。あれが船乗りたちが言っていた渦か。急に天気が悪くなってるんですけど。大丈夫かなこの船。パティの声には絶望すぎる。お前こら、ほっちゃんやぞ、ほっちゃん。レジェンドほっちゃんやぞ、お前。今度プリキュアの新作のあれやぞ、みたいな。そんなことわからないよ。とにかく。ほっちゃんバカにしてたら怒る人多いよ、お前。ダメな時はダメだからな。諦めよう。うわわ、声がなくなった。うひゃー、きゃー。沈没か。冷静だな。沈没したの。早いよ。ゴクリックで沈没した。ナルトなんか一撃。やったぜ。一撃必殺覚悟。よし。このまま一気に城に乗り込むぞ。やめてください。唐突すぎんよ。唐突すぎだろ。入って速攻かよ。いやーすごいな。唐突だ。私はパール、この城の姫です。あなた方の力を見定めるために少々手荒なことをいたしました。失礼。詫びってるみたいじゃねえだろ。何か事情がありそうですね。早いよ。乗り込むぞってね。ありがとう。実は、この城の大切な宝が盗まれてしまいました。うん、どういうことだってばよ。早いよ。あなた不思議な瞳をしているわ。人なのに妖精の匂いを感じて。あなた、
あなたの悪事もここまでですね、デスシャドウ。早すぎるよ。お前たちは何者じゃ。なんでデスシャドウさんここにいるの。なに、この国を悪人の手から解放しに来た通りすがりの者ですよ。お前らに何ができるというのじゃ。そっちこそ、もう年なんだから痛い目見ないうちに降参したら。パッパッですよ。心配しなくても。パッパッパですよ。わしの敵ではない。どうしてくれるかな。スッて。重い税金をかけて民衆を苦しめる。なんだこれ。チープな作戦しか立てられないやつに言われたくないね。入れてあっさりボスまで行っちゃった。街外れ、バタコの街か。キャー、どうしたパティ。早いよ。すまない。お姉様を話すでしょ。すまないとか言って捕まえてるやん。それはできない。こうしないと俺たちの子供が危ないんだ。俺だから人間は嫌いなんだ。お前も人間やん。久しぶりやな。早すぎるし、いきなりすぎる。なんかこう苦境に立たされてるみたいですよ。ん、大丈夫か。大丈夫か。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。さあメイドのさあね、とどめを刺すみたいな流れから急に大丈夫かって出てくるんだけど。あれ、話飛んでない。誰じゃ、誰じゃ。やめてくれ。そんな勝手なことをされたら俺たちの子供が。安心しろ、お前たちの子供は助けた。今頃家に戻ってるはずだ。ノリスケやな、デスシャドウ。何、それは本当か。嘘を言ってどうする。嘘を言ってどうする。行くぞみんな。お前はまさか。助ける演出がないから唐突に飛んだよ。お前、お前あれやろ、発揮衆の一人やろ、ディーンさん。セリス、お前によく似てるのは、もしかしてお前の。お前の。お前たち何をしている。今がチャンスだ。展開が早い。はい。全然チャンスではないよね。僕も力になれるよね。遠いんだよ。最上階。早いな。よく来たな。なんでここで待ってたんだろうみたいな。道案内してくれてもええと思うんだが。待ってくれディーン。いや兄さん、俺たちが戦う必要は何一つないんだ。毎日の話やめろ。くつらい、暗い、暗い話やめろ。一切デスシャドウが仕組んだことなのよ。それがどうしたというのか。そんなことは宣告承知。だったらなぜ帝国なんかに力を貸すんだ。ならば聞く。お前は自分が歩んできた道が間違ってないと言えるか。言えるさ。そうでなきゃ全てを否定することになるじゃないか。俺は俺の道を信じてここまで来たんだ。皇帝のやろうとしていることが、エレベーターがついてる、本当に間違ってると言い切れるのね。え、皇帝のしていることなんて 何百年も前の話なはずなんだけど、シウンさん生きてるからね。今来たけど遺言ガン無視をやろうですよ。そうですよ。いや最初からやらないよ。今のもう一度食らったら、え、ああかなりヤバいな。お前ら死ぬから。ボロボロです。エリス死なないから大丈夫。え、みんなを死なせはしない。何これ、何をする気だ。え、私自分自身の何者か分かったの。今分かるの。私は神竜の巫女、うん、びっくりしたわ。いきなり覚醒するもん。神竜の騎士が目的を果たせなくなった時、邪竜を封じることができるただ一人の人間。弱点はないのか。強い。倒したんだけど。セリス、聞こえるか。幼女さんパンチ倒される。ね、強い、ね。うわ、幼女強い。その声は、シオン。私が邪竜の動きを止める。その間にとどめを刺せ。だが、そんなことをしたらお前は。え、なんで。気にするな。え、罪を清算したいだけだ。これで許される罪ではないかもしれないが。ないな。シオン。急げ、セリス。私の意識が残っているうちに邪竜を倒せ。分かった、行くぞ。この道。
雑魚戦のビジメやろ。セリス頼みましたよ。お前ならできるはずだ。行け、頑張ってくださいです。エリスも応援してますの。私の思い、みんなの思い受け取って。パティさんの覚醒とか関係なかった。で最後だ。でしょ、安らかに眠れ。終わった。うん、じゃあ分かんないですね。なんか主人公の金田一の説得で心が折れたんやろ。あのさ、コーテシオン最後で倒した後この展開早すぎない？終わったな。もう墓じゃねえか。やめてよ、笑わさんといてよ。なんだよ、この展開。